こんにちは、参議院議員の西田昌司です。自民党が下野した最大の要因は民主党のマニフェスト、その中でも特にいわゆる子ども手当、これを2万6000円ずつ出すと、これには非常に多くの子どもたちをお持ちのご家庭で人気を博したと、そういうことがよく言われています。しかし私はこれこそ究極の借金付け回し政策だと思うんです。で、確かに民主党の方が言われるようにヨーロッパなどの国では子ども手当のようなものを出して社会で子どもたちを支えていこうと、そういう仕組みをしているところもあるようです。しかしその国では、つまりヨーロッパでは日本と比べてはるかに高い税金を取っているんです。税金で社会からそれぞれの負担をいただき、そのいただいたご負担を子どもを育てるために使っていこう、まさにこれこそ社会全体で子どもを育てると、そういうことになるわけですが、日本で民主党がやっている政策はどうなんでしょう。税金で子ども手当を工面しているのかといえばそうじゃなくて、すべて借金によってこの子ども手当の財源に充てているわけなんです。ということはつまり子どもを出しにして子どもの名義で借金をし、そしてそのいただいたお金は大人が使っていく。パチンコに使おうが遊興に使おうが、なんだ一切わからない。つまり子どもが借金の裏書きをして、それ以上に、子ども自体が借金を返すわけでありますから、まさに借金、子どもを出しにした借金の付け回しそのものであると言わざるを得ないわけであります。これはまさにこれでは財政が破綻してしまうわけです。それだけではなくて、まさに道徳上も全くこれはモラルに戻るという話になるわけです。社会全体で子どもを支えるというその理念とは裏腹に、負担を親が全くせずに子どもがその負担をするということでありますから、これでは子どもたちはたまったものではないということなんです。つまりこれはまさに子どもの名義で借金をして、親がその借金で自分たちの生活楽しみに充てると、まさにこれはモラル的にも決して褒められたものではありません。このように民主党の政策といいますのは、見かけ上は有権者の心を引き、そして一見すると理屈もかなっているように見えるんですけれども、その中身をしっかり見てみるとモラルに戻る、そして財政が破綻する、こういうものが非常に多いわけです。これからそうした民主党の政策の数々の問題点を皆様方にお示しをしていきたいと思っております。今後ともどうぞよろしくご支援をお願いします。ありがとうございました。